オリンピア・マンチーニ1700年オリンピア・マンチーニは、ソワソン・ハク、ウジェーヌ・モーリス・ド・サボアの妻。フランス王類14世の愛称でもあった。フランス語名はオランプ。ミケーレ・マンチーニ男爵と妻ジェローラマ・マザリーニの、次女として、ローマで生まれた。1650年に、父が亡くなると、母はフランスにいる兄、ジュール・マザラン・スーキ教を頼って、パリへ移り住んだ。 娘たちに玉残しを望んだ母だったが、美しいマンチー二姉妹はいとこにあたるマルティノッツ姉妹と共にマザリネットと呼ばれてもてはやされ、王公貴族の関心を引いたのだった。彼女は王帝オルレアン号フィリップ一世の妻アンリエットと仲が良かった。1657年2月、ソワソン・ハク・ウジェーヌと結婚。蜂子を産むが、その幾人かは、 ルイ14世との子ではないかと言われている。1679年、オリンピアはラボワザンに依頼してルイーズ・ド・ラバリエールを毒殺しようとしたと告発された。その後、夫やスペイン王妃、マリー・ルイーズ・ドルレアンを毒殺したと疑われ、1680年1月23日に宮廷を去るよう命じられている。潔白を主張しながらブルーセルへ移った。ブルッセルでは、 音楽家のピエトロ・アントニオ・フィオッコとアンリデマレのパトロンになっている。後に姉妹・マリーとオールタンスとスペイン・イングランドを旅行しているが、フランスに戻らぬまま1708年に死去した。ありがとうございます。